平野ノリと平野紫耀の兄弟ツーショットがファンを悶絶させる。共演の可能性は日本のエンターテインメント業界では多くのアーティストやアイドルグループがファンに愛されていますが、中でもジャニーズ事務所所属だった平野紫耀さんと平野ノリさんの兄弟ツーショットがファンを興奮させています。彼らの兄弟愛や,や絆を感じるこの写真は、 両者のファンにとって夢のような瞬間となりました。本記事では彼らの活動の背景や兄弟写真に寄せられた反響、そして共演の可能性について探ってみましょう。平野リさんと平野志耀さんの活動背景。平野リさんは歌手ダンサーとしての活動に加え、自身のアパレルブランドオーナーとしても成功を収めています。 彼女は幅広い分野で才能を発揮し、多くのファンに支持されています。一方、平野志耀さんは元キングプリンスへのメンバーとして、グループとしての活動だけでなく、ドラマや映画、バラエティ番組などで俳優としても活躍してきました。ジャニーズ事務所脱退後は、新事務所、トベに所属し、新たな舞台での活躍が期待されています。 兄弟ツーショット写真がファンを悶絶させる7月19日、平野利さんは自身のインスタグラムを更新し、兄弟である平野紫陽さんとのツーショット写真を投稿しました。この投稿により、両者の兄弟愛と絆が再確認され、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。ファンからは最高の写真です。 ずっとこのツーショット待ってました頑張る二人を応援できて幸せ。などの感謝と歓喜の声が集まりました。特に兄弟が微笑んでピースサインを送る姿にファンは感動し、写真が夢のようなものと形容しています。共演の可能性は兄弟ツーショット写真が公開されるとファンはますます共演の可能性に期待を寄せています。 平野リさんと平野紫耀さんはそれぞれ異なる分野で活躍してきましたが、共演が実現すれば、さらなる話題となることは間違いありません。両者の共演は、音楽、ドラマ、映画など様々な形で考えられます。特に、兄弟愛をテーマにした感動的なドラマや映画での共演は、ファンの心をつかむこと間違いなしでしょう。 ひらのりとひらの耀の兄弟愛の素顔兄弟ツーショット写真が公開されたことで、ひらのりさんとひらの耀さんの兄弟愛に対するファンの関心が高まっています。両者は兄弟として家族の絆を大切にし、互いを支え合ってきたと言われています。これまでにもインタビューやテレビ番組などで、兄弟愛について語ったことがあります。 兄弟としての絆が彼らの活動にどのような影響を与えてきたのか、また互いの成長においてどのような存在となっているのか、その素顔に迫るとともに、兄弟ツーショット写真が撮影されるまでの経緯や背景も紹介します。平野離久と平野志洋、それぞれの未来展望平や離久さんと平野志洋さんは、それぞれの道で輝きを放ちながらも、 兄弟としてのつながりを大切にしています。本章では彼らの今後の活動に対する期待や個々の未来展望について探っていきます。ファンの間では兄弟の成功を願う声が多く上がっており、今後の活躍にますます注目が集まります。結論。平野利さんと平野志耀さんの兄弟ツーショット写真はファンにとって感動的な瞬間となりました。 両者の兄弟愛や絆が写真を通じて伝わってきたことで、さらなる共演を期待する声が高まっています。彼らの活動の背景や素顔、そして未来展望について紹介し、読者にとって魅力的なコンテンツとなるよう心がけたいと思います。